ただいまご紹介していただきました、えっと、国立感染症研究所で、えっと、昆虫医科学部というですね、あの、感染症研究所の中では、あの、数少ない、実際の病気を取り扱わない、あの、部署によります。で、平忍でちょっと薬剤体制センターの研究員をしてるんですけれども、 えっと、それでですね、ちょっと私の略歴で言って、私は千葉大学の園芸学部というところでましてですね、えっと、生態制御科学研究室という、えっと、農薬の研究をするところにおりまして、で、今もあの、所属は、えっと、この下ありますけれども、えっと、感染症研究所のですね、えっと、殺虫材質というところになっております。まあ、要するにあの、 し,しばらくあの2014年にですね、デング熱の国内患さありましたけど、そういう時であの殺虫剤の治療で棒状のまあ手助けをしたりとか、あとそういう研究をしたりですとか、あとその、まあ、一部のものはあの薬剤の承認なんかで必要な場合、参加するような形になっております。で、その関係で、えっと、衛生害虫の生態に関する研究をちょっとしておりまして。でまあ 気候変動とも関係のある研究をしていたものですから、まあ、時々ですね、あの、こういうところにお声をかけていただいて、あの、こういう講演をする機会をいただいているということで、で、私はあの、ちょっと病、本当はあの、感染症と疾病のことでやってお願いされたんですけれども、えっと、病気の専門家でもなければですね、あの、気候の専門家でもありませんので、 まあちょっと他の方とは経路が違う話になるかなと思うんですけれども、まあちょっとその気が、こう気軽にというかですね、まあこういう話もあるんだなということで聞いていただければと思います。で、私ですね、えっと2004年に感染症研究所の昆虫医科学部のところにあのポス族として働き始めたんですけれども、で、その頃っていうのは、あの、今から18年かそこらですかね、前になりますけれども、 あの、そもそもあの、昆虫医科学部っていうのは、要するに病気を媒介する虫、例えば蚊ですとか、そういうことをやったりですとか、あともうちょっと昔にですね、感染研の前の予防衛生研究所になりますと、夢の島からのゴミ処理場から出るハエの問題をやったりですとか、そういう研究をしている研究者がおりました。で、その2004年にですね、就職した頃にですね、あの、もうそろそろいらないんじゃないかと。つまりその、公衆衛生が向上して、 あの虫の被害なんていうのはなくなるからもうこういうのはなくていいんじゃないかと、まあ、それはちょっと感染症についてもあの若干そういう気味の議論が時々起こることがありましてあのそういうことでまあ就職したんですけれどもじゃあ実際にですねあのなんとか自分の好きな研究だけしていればいいかっていうと、まあ、そうもいきませんで例えば先ほど申しましたデング熱の国内発生感染ありましたし えっと、私が入った頃っていうのは、まだあの、欧米でウエストナイル、アメリカなんかでウエストナイル熱があった時で、それで、まあ、赤いエカっていうですね、カニ、ウエストナイルを媒介する可能性対策をちょっと考えなきゃいけないとか、それから、あの、今ちょっと問題になってますけれども、あの、抗病原性鳥インフルエンザですね、それが、えっと、私の部署の、私ではないんですけど、私の部署の別の人間がですね、 あの、オークロバイっていう畜舎からなんかで発生する肺から、そのウイルスの分離を成功しまして、まあ、研修なんかにも実はそのウイルス株使われてるんですけれども、それで、あの、じゃあそのオークロバイみたいなものを防がなきゃいけないって言った時に、まあ、どういうことが考えられるかっていう研究をしたりですとかですね、それから、あの、 21世紀にもなってまさかこういう研究をするとは思わなかったんですけど、例えば頭じらみですとか、もし、まあ、今日保健所の方ですとか、学校の関係者の方がいたら分かるってかると思うんですけど、あの、頭じらみですとかですね。で、まあ、衣じらみは、衣らみは、ま、どちらかというと、ああいう、<laughs> あの、あんま衛生状態にちょっとまあ依存するところがこれあるんですけれども、あの、 頭痺らみなんていうのは衛生状態に実はあんまり先進国でも普通に実は起こっていまだにあの欧米なんかでもあの問題になることがあります。それからあの昔って何回も見ってたんですけどちょっと地名が虫についているっていうのはですねあの望ましくないってことで今トコ痺らみって言うんですけどあのトコ痺らみが今また非常に問題になって、まあ、最近対処法が分かってきましたんで昔ほど話題になることは少なくなりましたけどもあの今でも残っております。それから SFTS っていうですね、ウイルスが媒介するマダニの病分。これは、あの、ご高齢の方がマダニにやられると、やられるととかですね、あの、吸血というか刺されると、あの、お亡くなりになるっていうケースがあって、まあ、人数は、ま、多いとは言えないかもしれないですけども、それなりにやはり、あの、警戒しなくてはいけないと。それから、あの、まあ、これもそんなに関わったわけじゃないんですけど、セアカゴケグモって毒グモですね。これは、あの、西日本の方からだんだん今東日本に来てますけど、 えっと、まさか21世紀になってですね、あの、なんかこう、毒雲の心配をしなきゃいけないっていうのは、私が就職した時は全然思いませんでした。で、こういうふうにですね、あの、なんかまあ、全くフィールドというかですね、現場の仕事が全く持ち込まれないかというと、全然そんなことはなくて、意外といろんなところに関わらせていただいて、それでこういうのは、あの、ものによっては自治体の方とも当然、あの、一緒にお仕事をする機会なんかにも眠られております。 それで、えっと、今日はそういう中からちょっと話いくつかしたいと思うんですけど、えっとですね、あの、まあ、時々あの、こういう会議を読んでいただくんで勉強しなきゃいなと思って、えっと、まあ、ちょっとお正月に少し本を読んでたんですけど、あの、あんまりなかなかちょっとピンとくるものがないんですけど、えっと、こういう本をですね、気候危機のグローバルグリーン、グローバルグリーンニューディールっていう本を読みました。で、これはま、ちょっと言面白かったのでご紹介しようかと思うんですけど、 えっと、これ著、著著者はですね、あの、ご存知の方もいるかと思うんですけど、チョムスキーっていう、あの、言語学者ですね。あの、言語学者としてはもう、世界中に名前が知ら、私のように全然言語学と関係ないもののもよく知っています。あの、YouTube なんかでもよくですね、あの、ゆる言語学ラジオとかでもよく、あの、解説されてますけども、まあ、超有名人。それから、ポーリーンさんっていうのは、オバマ政権で、えっと、エネルギー省で政策顧問を務めた方ですね。この二人と、まあ、この、 ジェイポリクロニューっていう方が、まあ、あの、聞き手に回って、あの、話をしたっていうことになってまして、あの、まあ、宮台真司さんとかですね、こういう、あの、有名な方が、まあ、出水船のやつを書いていて、まあ、非常に、あの、資産にとんだ面白い本なんですけど、えっと、今日ちょっと一節だけご紹介したいと思うんですけど、えっと、第4章でですね、その、チョムスキーさんがですね、チョムスキー先生がですね、あの、言ってるのは、この戦術をめぐる議論は往々にして軽視されがちだっていうです、ね。で、 これあの、私一応、まあ日本語良かったんで、現地の英語も電子版買ったんですけど、えっと、この戦術にはタクティックっていう単語が当てあれてます。で、タクティックっていうのは、あの、もう一つ対象になる言葉としてですね、ストラテジーっていうのは、まあ聞いたことあると思う。全体の戦略を決めるのがストラテジーで、それぞれのその戦略をどうやって達成するかっていうので、まあもともと軍隊用語なんだと思いますけども、あの、もう少し細かい話をやるのにはですね、あの戦術、 タククティックっていううを使うんですねでそのタクティックをめぐる議論が軽視されがちであのこういうことは公社の人間が関わる必要がないっていうまあところが現実は全く逆だっていうことですね。で私は正しいもし他の人たちにそれがわからないならばそれは相手の問題だという考え方はダメだっていうふうにまあこういうことが書いてあってですねあのまあこれは確かにその通りであの私もですねあのデングネツやなんかで現場に行く時があってまああの こういう態度は取ってないつもりな、まあ相手がどういうふうに取ったかというのはちょっとわからないんですけども、あの、やはりあの、まあこのいろいろこういう気候変動対策が進まないのはどういう理由になる,なるかとかいろいろまあ分析がしてあるんですけれども、まあこういうこともですね、あの非常に、えっと、まああの <laughs>、非常にまあ納得をしたということですね。 ですから、あの、こういうですね、ちょっと今日はっていうかまあ今からちょっと細かい話が多いんで、まあその言い訳でもあるんですけども、ということで、ちょっとまあそういう話をしたいと思います。で、時間の都合もありますんで、あの今日ちょっと3つ話をしたいと思うんですけど、まあ1つはちょっとリス、蚊に関するリスクマップ気候変動の話で、もう1つはですね、あと2つはあんまり直接気候変動と関係ないんですけど、えっと日本農園と日本農園の媒介蚊である小型海化 についてちょっと話をして。それからあと、最後にですね、もう少し緊急時の話で、避難所の生問題で、ちょっとまあ、なんでこの話をしたいかなと思ったかっていうのは、ちょっと後でお話しますけど、非常時における対応についてですね、ちょっと、えっと、お話をしようかなと思います。で、2014年にですね、えっと、東京都で電グネスの国内感染が発生いたしました。あの、代々木駅の一帯の非常にあの、広大な緑地があるところなんですけど、それで、 これはその時私どもが撮った写真ですけれども、一時的にあの辺の一帯を立ち入り禁止にしまして、それでまあこういう形で防除業者を入れて、まあ、成虫をですね、防除しているようなっていう、あの、こういうニュース映像を見られた方もあの多いと思います。それで、デング熱はですね、実は世界中では、えっと、二つ、 ありますで、一つはですね、日本にいる一筋島かというかです。で、もう一つはですね、えっと、もうちょっと南の暖かいところに熱帯島かで、これは熱帯ってついてるだけあって、えっと、寒さに今のところ弱いので、えっと、日本では越冬できないんですけども、 あの、検疫所の方なんかがですね、あの、非常に熱心に調べていただいてます。で、データが出てますけども、あの、実際にこれは空港の国際空港の中で、成田空港ですとか、あのその他の空港の中であの見つかることがあります。それで、実際に、あの、次の年まで行くことはしませんけれども、あの、冬までは一応生きてるような状態ですね。まあ、数は多くないと思いますけど、ですからまあ、あの、コンスタントには飛行機かなんかで入ってきてると。で、一筋島かについてはですね、 あの、もしかすると、マスコミなどで紹介されたこともあるんであれなんですけど、まあ、本州以南に今広く分布しております。で、大体4月から11月に活発にしてまして、で、冬はですね、あの、卵で休眠するような方、休眠卵っていうですね、ちょっとあの、寒さに耐えられて長期的に大丈夫にな、で、乾燥にも耐えるような卵を産んで、次の時まで生き延びる。そういう、あの、戦術というかですね、そういう作戦をとっているかです。 それで、まずですね、あの、ちょっとその、この蚊がですね、どういうふうな生き物かっていうことを、えっと、ちょっとご説明したいと思うんですけども、ちょっとこれも、まあ、説明がちょっと難しいんで、あれなんですけども、えっと、まずですね、こういうあの、私どもの病気を媒介するようなものとかですね、こう、生活に影響を与えるようなものというのは、えっと、実は非常にあの、人ですとか、人の生活に特化したというかですね、 あの、合わせた生態を持っているものが多いです。それで、よく、あの、勘違いというかですね、あの、誤解されている例があるんですけど、実は、あの、先ほど申した電、一筋島蚊ですね、これは、あの、非常に都市環境に特化した蚊で、えっと、山の中で見つかることはまずありません。それからもう一つ、あの、赤いエカとか近いエカは、さっき言ったあの、ウエストナイル熱っていうのがあるんですけども、えっと、それに特化している蚊で、 これも、あの、都市の中では見つかるんですけど、例えば、本当の山の中にはあの見つかりません。で、トコジラもそうですね。あの、人工物が好きなんですね、要するに。まあ、あの、別の種類で、トコジラに近い種類で、例えば鳥が好きだとか、そういうことはあるんですけれども、あの、基本的には人間が作った建物の中が好きだったりします。 それから、まあ、もっと極端な例でいきますと、例えばコロ、ころ、ころもじらみとかですね、頭じらみっていうのは、頭髪ですと、で、けじらみっていうのは、まあ、要するに、陰毛のところですね。というところですとか、あと、まあ、ペットでおなじみの脳みですね。これに至っては、基本的には、人とかペットの毛のところとかですね、そういうところで寄生してますんで、あの、自然界の影響はさらに少なくなります。 それから、あの、もうちょっとですね、人間寄りだけど自然寄りっていうのは、後でお話し,しますけど、えっと、日本農園を媒介する小型赤いエカ。で、これは赤いエカってついてるだけあって、都市の中にいる赤いエカと、あの、非常に近い種類ではあるんですけれども、あの、明確に一つ、あの、生態的な差がありまして、この小型赤いエカは、あの、 ちょっと例外があるんですけれども、街の中ではあまり見つかりません。で、どういうところが好きかっていうと、実は水田があって、畜舎があるところ。で、なぜそっかっていうと、水田でボウフラが育って、あの、畜舎ですね、牛舎とか、牛舎なんかが多いんですけど、あの、ま、豚舎でもいいんですけれども、そういうあの畜産があるところをぐるぐる回ってて、どういうわけで、その中でたまに人に差しに来るっていう形になってまして、 あの、こちらのようにですね、好き好んで人の家の周りだけで住んでいるっていうことがなぜかないんですね。で、それからもうさらにまあ自然環境に依存するものになりますと、こういうマダニ類ですね。で、これまだ、これ2つ今写真が右側にありますけど、これ実は同じ種類です。で、これが、こちら側のやつが通常植物の上におりまして、例えば近くを人が通ったとか、まああの、ペットとか動物が通ったとかいうのになると、そこにパッと飛び移って、で、予知をすると、まあこれ1センチ、 1>, 1センチ以下ぐらいしか5ミリとかそのぐらいしかないんですけど、このぐらいまで、ここのところの、ここの部分がここの、この硬い部分で、この下に風船みたいになってて、ここまで膨らむんですね、えっと。ちなみにこの写真はどうして撮れたかというと、あの、私どもの以前の部長の家の犬に、ある日散歩から、散歩から帰って何日か経ったらこうなってるのが出たんで、あの、治療のついでに写真を撮ったと。そういう、あの、形になって撮ったものといことです。で、 で、その、全体的にこういうようにですね、あの、非常に、あの、虫というとどうしても自然豊かな環境で増えるようなイメージがある方もいるかと思うんですけど、あの、必ずしもそうではなくて、人に特化して、人の作った環境とか人に特化しているものがあります。で、そういうものはですね、あの、ただし、えっと、そういう自然環境への依存が低いことっていうのは、気候変動への影響を受けにくいことを意味しないで、例えば先ほど言いました、頭じらみなんていうのは非常に先進国で出る、 ことがあるんですけれども日本でもあの出てますけどもあの1つの原因は多分気温が思ったより暖かいのでっていうのがあるんではないかというのがまあやんわりと言われてますけどもちろん科学的な根拠は全くないので、まあ、一因ではあるんではないかっていう,うないそういうまあ話はまあ定期的には出るもちろんあの照明はあのまあ要するに乾燥に近いんですけどもそういう形になっています。 ですからですね、先ほど言いましたように、例えば一筋島かですとか、ゴキブリとかハエは、都市部はですね、あ、そうそう、ちょっと飛ばしちゃいました。えっと、それで、もう一つ、あの、こういう講演すると時々あのご質問を受けることがあるんですけども、あの、温度だけで決まるものではないのではないかっていうのは、あの、それは確かにその通りで、で、ところがですね、あの、私たちの研究で分かったのは、例えばですね、先ほどあのご説明したマダニっていうようなものは、 あの当然、例えば野生の鹿とかイノシシについていたりするものなので、鹿とかイノシシの影響,の影響が受けますから、あの、いろんなもので、もちろんそのマダニの,あの体幹性ですね、冬の生き残るのだけでまあ決まっているような、そういう話ではないわけですね。で、その一方ですね、例えば一筋シマカとかですね、ゴキブリとかハエの、ハエはちょっといろんな種類がいるんで一概には言えないんですけども、 あの、都市部っていうのはですね、非常に環境が確一化しているために、実は、あの、私たちの研究だと、あの、温度で決まってしまう部分は非常に大きいということが分かっています。で、あともう一つ、実はここには温度だけ書いても、後でちょっとご説明しますけど、温度だけではなくて、その人が住んでるかどうかっていうのが非常に大きな、あの、ファクターになるんですけども、こういうファクターが、まあ、重要であるということです。それで、これは、まあ、私たちの数少ない、えっと、気候変動で、 証拠があるかなっていうものなんですけど、先ほど言った一筋島らがですね、えっと、一番最初にえっと調査記録があるのが、実は第二次世界大戦が終わって、えっと、この新中軍が来た時にですね、あの、日本の病気を調べたっていう記録があって、その一環で、えっと、一筋島間の分布を調べたという記録があって、その時ですね、北関東で多分、 この辺までではないかと。で、1960年だと多分この辺までは一応確認が取れていたってことになります。で、それ以降ですね、あの、どん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 あの、拾ってきまして、で、この時にですね、あの、私どもの研究所で何名かがあの、この研究を、まあ、2000年、20世紀入る前ぐらいからですね、始めて、で、あの、実はこれ、この丸が調査地点なんですけれども、あの、非常にたくさんあるように見えるんですが、 あの、ほんの数名、私も含めてほんの数名でやってます。で、私はこの2000年よりもうちょっと差し掛かった、このオレンジ色なぐらいで感染系に来てますんで、ここから上のところを、あの、まあ、担当とかですね、一緒にやりました。3、4人でやってました。で、ということで、それで、えっと、まあ、どうやってやったかっていうと、その3、4人の人数で、あの、一緒に、夏、夏というかですね、あの、時期を選んで、 あの、まあ、車で横断とか縦断とか、まあ、コースを決めて、年に何回かずつ、いろんな都市を調べて、いる、いないっていうのをやって、少しずつ少しずつ貯めて、で、現在、えっと、2015年に、ま、青森まで到達しましたということが、あの、わかりました。で、これは、えっと、この、生息しているの意味は、実際に越冬して、次の年も同じ場所で、羽化するという意味で、あの、 毎年暖かくなったから入ってきてるという意味ではなくて、本当に1年間越冬してもそこにとりあえず暮らしているという、そういうことです。ですから2000年から2015年で、まあ、これだけで、ね、1960年の時ここですから、まあ、半世紀ぐらいでこの辺まで来てしまったということになります。で、そうすると、あの、温度はどうなってるんだろうっていうのは、本当に気候変動が、で、こう、気候温暖化とかですね、あの、あるんだろうかっていうような、 あのことを疑問に持たれる方が多いと思うんですが、えっと、実はそれは一つ重要なファクターでして、あの、最初の、まあ、ここに小林ってありますけれども、えっと、これはですね、えっと、今の前の前の部長です。前の前の昆虫医学部の部長ですけれども、始めました。それで、ちょっと時間がないんで、あの、ご説明し、ちょっと今日は端折らせていただきますけど、えっと、この小林むを、 元部長と、それから、えっと、アザブ大学のですね、で、あと感染研のあの、非常勤の研究員も務めていただきました、二ヘ直子先生という、あの、比較的 GIS のですね、あの、こういう分野に、衛生外虫の分野 GIS を、あの、結構早くから持ち込んで地理的な分析をするっていうのがありまして、それから、あと、環境省の方で、あの、プロジェクトのところに加わっておりましたんで、あの、農水省の方から、あの、 もともと多分東北のあの稲の病気をするためにやったものですけど、メッシュ気候っていうのを非常にあの回してもらってデータをですね、あの共有していただいて使わせていただいていろんなま分析をして、で、その結果ですね、えっと、これは実験室でやったものではなくて実際に野外で一筋芝生が,が冬生き残って次の年出てくるまでに必要な温度っていうのは、えっと、11度であるっていうような推定を立てました。で、これを論文にします。 <laughs> になってますで、この11度っていうのは、あの、実は後に、えっと、ヨーロッパでですね、今、あの、ヨーロッパの場合は EU がございますけれども、あの、e、EU で、あの、やはり、首都水島から入ってきて、だんだん生息地が広がっているっていうのが問題になってですね、あの、同じような研究した結果、あの、同じ結論が出て、じゅまあ、とりあえず、あの、小数点以下は別にすると、11度を境にすると、大体、あの、生息するないが分けられるっていう、 ことが、あの、実際に、あの、欧州でも確かめられています。で、こういうことをやる場合でですね、あの、もう一つ、ちょっと問題になるんですけど、えっと、これは、あの、シミュレーションモデルとかではなくて、単純に気象庁のアメダスなどの、あの、過去の気象データっていうところで、あの、誰でもダウンロードすることができるデータです。で、比較的ですね、ここ、那覇、東京、盛岡、青森、函館をですね、ちょっと今、たまたま見やすいところをやりましたけども、あの、 そうするとですね、これで、まあ、ただ単純にエクセルでこうグラフを作ってやりますと、えっと、日本っていうのはあの、1923年ぐらいからですね、あの、温度のデータがあって、ちゃんとダウンロード実はできるようになってまして、だから大体100年分ぐらいあるんですね。それで、まあ、あの、上がってるといえば上がってるっていう感じだと思うんですけれども、で、ここは今11度の線が引いてあります。で、ここのですね、一つあの、まず、えっと、ちょっとご理解いただきたいのは、あの、 多分私気候変動のですね、シンポジウムとか研究会とかにやっていくと非常にあのスケールが大きい話が多くて、まあ、100年後に2度上がりますとか、1度上がりますとかですね、それで、ま、こういうことで大変なことになりますっていうケースが多いんですけど、あの短期で見た場合は当然あの1度とか2度は簡単に上がります。これ10度とかここで15度とかここですから、あの簡単に数年でパーンと上がってしまうんですね。で、その代わりまた下がる。でもこれ、ま、見ると、ま、普通よほど うがった見方をしない限りは少しずつこう上がってるのがわかると思うんです。まあこれはここら辺はちょっとまあ平らかもしれないですけど、これもやっぱこの辺から比べると微妙に上がるんですけど、ただ当然毎年の上がり下がりがあって、それからあのまあ一旦一時的に下がるとかですね、一時的に上がると。で、ここの盛岡と青森が先ほど2015年ってなってましたけど、この、この辺からですね、少しずつたまにあの、 11度を超えるときが一瞬あるんですけど、まあこの辺からだん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 ちょっと頻繁になってきて、そろそろっていったときに調査に行ったら、まあいたという形になってます。ですから、あの、まあ物のこう気候変動の影響を考えるときにですね、対象によると思うんですけど、非常に長期的に考えなきゃいけないものの場合と、あとこういうふうにですね、あのまあ長期的と言っていいか短期的と言っていいかわからない微妙な言い方になるんですけども、 あの、ほんの少しずつ確率的に上がっていくような形になっていくのがあるので分からない。で、これはもうやり方法は一つしかなくて継続的にあの同じことを続けて観測するしかないということになります。それで、えっと、えっと、まあ、じゃあ11度以上になるっていうのはどういうふうに変遷しているのかっていうことなんですけど、えっと、次のところでですね、多分、ちょっとうまく、ズーム越しなんでうまく映るかどうかちょっと分からないんですけども、あの、 三次メッシュでですね、1キロの解像度でやりました。それで、えっと、次の写すやつがどういうふうに作ってあるかとか、実はそんな難しいことをしてなくて、11度より上か下かが、あの、赤か緑かで塗り分けられてるだけです。で、ただし、えっと、北海道、生息が確認されてない北海道と、えっと、年中暑い沖縄、それから先ほど言ったように、一筋島かは あの、人が住んでいないところにはほとんど住んでるということがまずありませんので、ですからリスクがないので、人が住んでもないところを外し、それから明らかにですね、なんか火山の河口とかですね、湖とか絶対いないようなところをこう外しますね。あの、どうしてもリスク地図みたいなのを作る場合っていうのはベタ塗りしがちなんですけども、あの、比較的あの、もしこういう条件が分かっていれば外すと、あの、非常にあの、リアリティがある、あの、地図が作れると思います。 でえー、っとですね、ポインターてちょっとこれできるかどうかあれなんですけど、しばらく前の平年値なんですけども、あのこういう形でですねあの、この色が濃いところがあの一水11度以上で一筋ばっが越冬するところなんですけれども、あのわずかなあれで、 あの、面積がドーンと広がるのが、あの、わかると思う。0.5度上がっても、ボンと広がると。だから、あの、温度のですね、あの、1度しか上がらないとか、0.5度しか上がらないっていうのでも、実は意外と影響は、あの、大きいという可能性があります。それから、あとですね、もう一つ、えっと、これもか、ちょっと簡単に説明したいと思うと。これは、あの、1年で何月から一筋島かが観察されるかっていうのを、あの、 やったものです。で、これは非常にあの、やり方は簡単でして、あの、3月とか4月からですね、あの、毎日決まったところに立って、決まった時間経って、一筋島化が来たら、その日付を記録すると。だから1年に1箇所で、1データしか取れません。で、ちょっとあの、研究のですね、共同研究者のいろんなところの方にお願いして、あの、あの、他年度にわたって、こういうふうにあのやっていただきました。で、そうすると、 あの、どういうふうに、例えばこれだったら2015年に4月27日に初めて小筋島化が吸血に来ましたっていう意味ですね。で、もちろんあの、数学的にですね、ちょっと真ん中空いたりするんですけど、これはコントロールできないんですけど、えっと、実は非常に簡単な相関があるということが分かって、あの4月とか5月5、例えば5月、4月だと、あの、回帰係数の事情が0.8とかあるんですで。結構あの、こういうふうに相関があるということが、あの、わかりました。 で、これは、あの、実際に、あの、地区によって高いや低いはもちろんあるんですけど、実は結構当たりで、あの、私たちが今の調査するときに、あの、いつ頃から調査を始めればいいかっていうのの目安を計算するときに、これ実際にこの数式を使ってるんですけども、あの、意外と当たってる、だからもう数式が出た日付のちょっと前からやると、その1年の、あの、可能、活動始めを、まあ、観測できるというような形になってます。 で、これもですね、あの、どれぐらい差があるかっていうところを見るとですね、あの、結構実は差がありまして、これもシミュレーションじゃなくて、一番寒かったと思われる1996年と98年を、あの、気象庁のデータから持ってきたものですけども、赤がこう、4月で、で、色が青に行くに従って行くんですが、えっと、かなり違う。例えば関東で行くと、1998年だと、まあ、5月の初めぐらいに出るんですけど、 この時は96年だったら多分推定では5月の終わりぐらいにならない1か月近く差があるとですから非常にあの毎年の差があるとただしあの今気候が少しずつ上がってきているのであのじわりじわりとまあ前倒しになっているという感じですねでこれはあの何月から活動を始めるかってやつはあのきちんとあの論文にしてアメリカのえっとメディカルエントモロジーって衛生昆虫学雑誌というところにあのまあ発表を出しております それからですね、えっと、思ったよりちょっと遅くなって、時間食っているので、ちょっと。と45分あたりまで、あ、すいません、先生。あの45分あたりまでに終わっていただければと思います。よろしくお願いします。それで、ちょっとこれ、気候変動と関係ないんですけど、えっと、小型赤いエカっていうですね、日本農園の媒介化のちょっと活動についてですね、一つ、あの、これから皆さんが政策などを考えるときにやっていきたいと思うんですけども、あの、日本農園というのは今、珍しい病気ですけども、えっと、今でもですね、えっと、 豚の、豚の子とか、要するに日本うあの、日本農園のウイルスっていうのは、えっと、養豚の豚でよく、あの、なんていうか、ね、増幅動物とか言うんですけども、あの、一旦豚に行って、そこから人に来るということで、えっと、豚の、養豚の中で、豚のですね、中のウイルスの量を観測するということを、えっと、感染症研究所のウイルス部がの長年続けておりまして、毎年このように、あの、レポートがあの出ます。 あの、未調査のところもあるんですけども、それでまあ状況ができるようになってるわけです。で、小型赤い絵画のですね、日本農園の媒介っていうのが実はどうなってるかっていうことなんですけど、先ほどのようにですね、あの、こういう、まあこういうからなんですけども、えっと、ボフラは水田で育ちます。で、これはもともと湿地の種蚊ではないかと言われてるんですけども、今湿地で見られることは稀で、ほとんど水田で見られます。で、これがですね、あの、牛とか豚を、 吸血するときに、まあ、どっからかウイルスを持ってきてっていう形になってます。で、これどっからウイルスを持ってきてるかわかんなかったんですけど、えっと、実は2009年になって、やっと、あの、私、感染症研究所ですとか、あの、あの研究グループが、あの、野生のイノシシの中から生きたウイルスを分離するということに成功したんで、あの、多分、まあ、野生動物の中にいるんではないかっていうのが、まあ、一つ有力な、あの、 という考えなまあもちろん全然思いもいらない他のとこから来るかもしれないんですけどもっていうことですね。それで今これ日本農園これで実はちょっと体系的な統計がないんですけれども、えっと、富山県ですね衛生研究所っていうかですねあの非常に熱心にやっておりまして長年あのやっておりましてでその点分かるんですが、えっと、大体ですね、えっと、小型アカイエカの数っていうのはこの数っていうのは 棒グラフは小型赤い赤の数で、この線が、あの、先ほどの抗体、抗体化なんですけども、えっと、実はですね、この小型赤い赤っていうのは、80年代が一番ピークで、その後90年代に従ってですね、急激にこう減ってってます。で、なんで減ったかっていう、で、それに従ってあの、かどうかわかりませんけれども、あの、患者数も減っております。で、もちろん、あの、日本の円の場合は、えっと、予防接種がございますので、 あの、予防接種が、まあもちろん一番大きなファクターではあるんですけども、あの、この小型赤い絵が減ってるのも一つ、あの、まあ間違いがないというかですね、これは間違いないところです。で、なんで減ったかっていうのはいろんな議論があるんですけど、で、一つはですね、この水田の管理の仕方が変わったと。で、水田っていうのは今昔と違って水張りっぱなしじゃなくて、えっと、非常に重い機械を入れるんで、 一旦水を抜いたりするの、たびたび水を抜くんですよね。地面を固めるために。そういうのもあって、あとその品質の、水田の品種だったりとか、そういうものがあるので、まあ、水を抜いてしまってその時沈んではないかとか、あと用水路がですね、まあ、こう管理が楽なようにコンクリートにしてしまったりです、コンクリートにしてしまったとか、暗渠になったりとか、そういうのがあります。 それから、あの、農薬の影響っていうのは当然考えられたんですけども、これは、あの、研究の結果、ほとんど関係がないということが分かってます。ただし、これは、えっと、害虫用の殺虫剤についてはほとんど、あの、小型赤い以については関係がない、増減についてはですね。で、代わりに、えっと、除草剤が一つ、これは京都におられた前田先生がされたんですけど、という方がされたんですけども、あの、 その80年代とか90年代で使われた除草剤に非常になぜか、その先ほどの小型機が良くなくなるので、死ぬので、その影響ではないかと。ただこれははっきりしたことは分かってません。それから水田自体も減っておりますので、その成果ではないかっていうことですね。 もう一つ、あの、先ほど畜産の農家が重要だと思うんです。で、これ私畜産農家のことについてはあんまりよくわからなかったんで、今回あの、畜産統計っていう農水省の統計を見たんですけども、あの、養豚の農家数っていうのはこのですね、ずっとこう減ってってるわけですね。その代わり、この豚を飼っている数っていうのは実は60年代から90年代まで上がって、そこからちょっと減って今頭打ちと。つまりあの、養豚の農家っていうのは非常にあの、やりづらい なってますけども、あの、規模は非常に大規模化して、それなりのあの数を保っているということになってますね。それから当然、あの、人が刺されにくくなるっていうことで、あの、住宅の構造の変化もありまして、障子から網戸、アルミ刺し入ったりとか、エアコンの普及とかいうことがあって、ですから今はほとんどですね、実は小型化エッカー調査しようと思っても、なかなか調査でき、いっぱいいるところがないので、私のものな昆虫を研究しているものにとっては、 あの、最終できなくなってしまった種類の一つです。ただ、えっと、その後ですね、ちょっとわかんないことが、まだ謎がいろいろ残ってまして、あの、東京ですとか、あと神奈川県なんかでもいくつかそういう報告があるんですけど、都市部の公園にですね、突然何百匹とか千匹とか出てくる時がありまして、で、目撃されてます。で、ちょっとこれどのぐらいの頻度で出るかとかっていうのは、あの、一部は論文になってるんですけども、ですからコンスタントではあるんですけども、 で、これが一体どこから飛んできて、なんでその東京の真ん中のですね、公園にいるのかっていうのは、まだによく、で先、先ほどあの、こういう図をお示ししましたけども、あの、これだけ見てると、なんか都市部に行く、都市部に行く余地は全然ないんですけども、あの、そういうこともあってですね、まだわかんないことっていうのも多いですね。 それから、あの、例えばですね、一体日本農園の予防接種っていうのはちょっと安全性が懸念があるということで止められたりしたことがありましたけども、あの、えっと、こういうのでですね、例えばどう、こういうのの、まあ、対策をしなきゃいけないって言った場合、どこを止めるかっていうのは非常に重要で、例えば野生の動物を止めるのがいいのか、畜産の衛生環境を考えるのがいいのか、それとも農業のあり方を考えるか、人のところあるか、で、これは、 あの、皆さんの各県とかですね、各都道府県とか、その市とか町とかで、やっぱ変わってくると思うんですよね。ですから、いろんな方がこう、まあ、知恵を出し合って、もしこういうことが必要があったら、まあ、これはあくまでモデルとして出してるだけで、この日本農園そのものの対策がいるというわけではないですけども、こういういろんな関わりがあるので、まあ、あの、長期的なところに対策を考えられる場合は、あの、今後のですね、いろんな産業のあり方とか、ライフスタイルも含めて、まあ、考えていただければと思います。 あと、ちょっと最後に一つだけですね、簡単な話をしたいと思うんですけど、えっと、これはですね、デングなんかありましたんで、あの、最近あの、新宿御苑というところで、あの、訓練をしております。これ訓練、あくまで訓練ですね。いろんな関係者の方を呼んで、それからもう一つ、あのちょっと避難所の範囲についてやりたいと。まあ、非常時の備えなど、これはもともとは、えっと、左側の方はですね、あの、 オリンピックの時を想定して、コロナ前です。これマスクしてないんですけどコロナの直前ぐらいの夏の時なんですけども、コロナの時にやったら、オリンピックの時にやったら困るな、ということで、あの、やりました。まあ、こんな感じです。で、私ここにいますけど、で、この薬剤を実際やる方やって、これは私どものあの、片井部長ですね。これは、あの、東室長で、まあ、どこでどういう風にかが取れたかということで、あの、やっておます。こちら新宿御苑の次長の方ですね。という方です。 で、これを何、何を紹介したかっていうと、まあ、この訓練の様子もそうなんですけども、えっと、この訓練をやるときですね、こちらにおります、この私どもの笠井部長が、えっと、関係者の方にですね、あの、話をしなくてはいけないということで、で、関係者の一覧をこう作ってみたところ、この新宿御苑ですね、で、私どもの感染症研究部ですとか、東京都ですとか、新宿区で、例えば本当にことが起こったら、これだけの方に、まあ、連絡というかですね、 をまあ、これもでも多分一部かもしれないですけども、ということで、あの、結構あの、いろんなところに、やっぱ声を,声をかけるというか、連絡を取らなくちゃいけないっていうんで、まあこれで整理して初めて、 あ分かったっていうことがあってですね。ですから、あの、やっぱりいろいろ大変なんですね。例えば新宿御苑っていうのはあの国のものなので環境省の管理ですけども、新宿御苑の周りは国土交通省ですし、ね、で道路ですから、それから当然、あの、こういうあるあの新宿区ですとか渋谷区の方にもありますし、まあ東京都ももちろんこう入ってくるわけですよね。とうか、うまく連携を取らなくてはいけないので、あの、急にこれをやれと言われてもなかなか難しい。 っていうことがありますんで、まあ、それもあってですね、私の、まあ、こういう、あの、訓練というのを企画して、あの、年に1回ぐらい、あの、やっても、ちょっと、あれですね、コロナなんかでちょっとできない時もあるんですけど、こういう機会があれば、こういう企画というかですね、を立てて、まあ、あの、いろんな方をご協力お願いしてやってるっていうことを、まあ、一つやってます。それから、ちょっとこれ、最後の話になるんですけれども、これは、えっと、震災発、東日本大震災ですね。で、 発生後ですね、6月頃なんですけども、えっとまあ、ちょっと一段落して避難所の生活が始まったくらいなところなんですが、えっと、肺が非常に大発生をしました。で、こうまあ、調査をしたりとかいうことで、まあ、ちょっと一部の人間がこう言ったんですけど、それでこういうふうにゴミがたくさんありましたんで、あのまあ、こう一部ですね、もう生活ができないぐらいハエが非常に発生しましたんで、こういう形で薬剤の処理をして、 あの、ハエを殺すということをしてたわけですね。それで、あの、私どもも、あの、実際にこう、避難所なんかですね、あの、ちょっと、調査やなんかで行かせていただいて、それで、まずあの、そもそもですね、えっと、網戸とかっていうのの備えが実はなかったんですね。網戸もないですし、カーテンもないですし、本当に体育館みたいな、まあ、非常時ですから、体育館みたいなところで、ですから、ハエもかも入り放題で、 あの、現地の方々非常にあの困ってらして、っていうこともあって、ま、少しでもっていうことであれば、なんか助けになればということで、あの、こういうパンフレットを作って、あの、いざという時はこういう形で、あの、灰を入れないような形にしてくださいということを作りました。あの、こういうのがやっぱりあるとこういうのがあるんで作ってくださいっていうことが、ま、少しでも言いや安くなるっていうことが、まあ、ありますんで、やりました。で、実際にこれはあの、作って、 やっていただいてですね、少しこう虫よけみたいなやつを吊るして、網戸とかをやっていただいて、ということで、これでだいぶあの食事なんかもしやすくなったということで、一定の効果があったわけですね。それで、まあちょっとこれで終わりにしますけれども、えっとですね、ということで、今みたいなですね、まあ、その特別なことでは、これ本当にこういう布が1枚あれば改善する、まあ網が1枚あればですね、 あの、改善するような話なんですけど、やっぱりですね、非常時になると、簡単な資材でも、なかなか入手が困難になると。で、ちょっと最後に、あの、私の専門のところの殺虫剤の話で、最近ちょっと出てくるようになった話なんですけれども、あの、実は水が、水の問題が結構あってですね、で、ま、どういうことかというと、日本で流通している殺虫剤、先ほどもあの、ハエに、 こう、震災の後のとゴミが流れてるところで殺虫剤やってましたけど、ああいうものっていうのは、えっと、水で希釈して散布してるんですね。しかし、あの、非常時の場合というのは水は極めてもちろん貴重で、まず人の飲み水もいりますし、それ医療の関係で衛生のためにいろんなことで必要ですから、まずそこの、もう確保しなきゃいけないと。で、 殺虫剤をですね、例えば仮に殺虫剤を持ってったとしても、希釈するための水が確保できないので、あの、ま、サ散布ル作ることができないっていうのが実際にあの、東日本大震災の時にそれでもありました。で、最近というかですね、まあその頃からもあったんですけども、実は現在はあの、水を必要としないですね、直接噴霧できるタンクに入ってるやつを直接機械に入れて、あの、散布するタイプの殺虫剤っていうのがあるんです。で、 そういうタンプだったら良さそうな気がするんですけども、えっと、実はですね、このなんでこれ水を必要としないかっていうと、えっと、非常に細かい切りにして巻くんですけれども、あの、その殺虫剤のですね、各種成分を溶かすためにですね、溶剤って言って有機溶媒みたいなものの、あの、有機溶媒っていうか、海面活性剤みたいなものの濃度が少し高いんですね。要するに濃いものを薄く巻くような、 ということで、えっと、そういう専用の殺虫、散布機があります。で、非常に細かい霧で、で、かつ少量負けて、で、その、対薬品性が高いような、ちょっと特殊な散布機が必要なんで、この単純に水を必要としない殺虫剤があったとしても、この散布機との組み合わせがないと、あの、使うことができないって言ってでこれ、あの、日頃、殺虫剤なんか使わない方がほとんどなので、あんまり実は知られてないんですけども、 要するに、この殺虫剤と散布機のですね、組み合わせをですね、あの、備蓄なんかで考えるときに、ちょっと考えていただくようにしないと、いざというときにやっぱり使えないので、まあ、こういうことをですね、なんかまあ周知することが必要ではないかっていうのを、ついこの間も話したんで、ちょっと今日無理やり入れさせていただいたんですけど、それから、あの、消毒液ですね、今コロナであの各種消毒されてる方もおると思うんですけども、あの、消毒液もですね、その消毒液が何かによって、 あの、必要な散布機がちょっと変わってくる場合があるんですよね。特殊なあの、体薬、こういう薬品に耐性がある消毒薬が必要ですということで、あの、こういうですね、消毒薬と、だから散布機も同じなんですけど、じゃあ実際に使うときに必要なものがどういうもので、実際にこう、条件を満たしてるかと。 これ実はこの殺虫剤の問題は海外の援助なんかでも殺虫剤だけ持って行ってて巻く方法がなかったっていうようなのがあるっていうのは昔から問題になることがあるんですけども農業分野なんかではということであのなかなかまあ皆さんお忙しいと思いますしなかなかこういうあの避難ですね訓練でなかなかこういう細かいところまではなかなか目が届かないと思うんですけども あの、ぜひですね、あの、機会がありましたら、あの、まあ、殺虫剤だけはもちろんないので、他のものについてもですね、あの、どういう資材があって、で、これはやっぱり、その避難所の規模とか、どういう状況でその避難所を使うとかで変わってくると思うので、いろんな方のですね、あの、意見というか知恵を出していただいて、あの、非常時に備えらせていただければなと思います。えっと、ちょっとオーバーしてしまいまして申し訳ありません。ちょっとこれで終わりです。どうもありがとうございました。